ホーリネス運動は、キリスト教、プロテスタントのムーブメントの一つ。この運動の結果として生まれた、諸教派は、清潔派、清め派とも呼ばれる。かつては純福音派とも呼ばれた。聖であるとは、単一な心を持つことで、ジョン・ウェスレイによれば、それは、キリストの心を持つことに他ならない。また、それは、心的な愛で動機づけられた心を持つことである。ホーリネス運動とは、 信仰者は、キリストの贖がないへの信仰により、現在をはじめ人の持つ罪への傾きから、聖霊によって清めてもらうことができるとする人々から、なるムーブメントである。あるグループでは、神聖、聖火、神家、再臨からなる、世への福音を強調している。ただし、神家に関しては、神聖、聖火、再臨と並列的に考えることに対して、 疑問を投げかける教派も存在する。プロテスタント諸教派の系統外略日本での最初の清め派の組織は、1900年頃メソジストを脱退した中田茂春が呼びかけて結成された清潔の友である。日本におけるホーリネス運動の中心である日本ホーリネス協会は、1901年アメリカ人宣教師チャールズ・カウマンと中田茂春によって神田で 中央福音伝道館という名で始められた。最初は教団にする予定はなかったが、組織が拡大していったので、1917年に東洋宣教会、ホーリネス教会という名称で教団組織化した。このホーリネス運動には2つのタイプがあるとされている。すなわちメソジスト系教団の一部を加えることもある。ありがとうございます。